チャオあっちゃんです、今日はね、5月の25日です、はい昨日ねドライブ動画を撮ってて昨日ちょっとねドライブしてたね、うん、でその中で、ドライブ動画の中でお話チラッとお話が出たあっちゃんの守護霊さんのお話をします。はい、守護霊さんっていうか、うん、神様っていうかあっちゃんについてるあっちゃんを守ってくれてる神様が昔からいてんのよ。子供の頃っていうか、うん、小さい頃からね。それ気づいたんは大人になってから、うん、大人になってあっちゃんがお父ちゃんから会社を譲ってもらって会社の代表してから気づいて、それまでもずっといろいろその人には恩恵を受けてた、うん、ね、それがね、わからんかったんやけど、うん、その神様、うん、があっちゃんを守ってくれてるっていうのがねあって、そのお話をしたいと思います。ちらっと昨日ね走行動画の中で言ってて、なんかこの動画はその走行動画の後で上げる予定です。はい、だから、うん、まあね、はい、27日ぐらいになるの、今日27日ですってやと思う、多分。はい6日かな7日かな8日かな、それぐらいに上がってると思います、この動画は。はい、で神様、あっちゃんはギリギリの神様って名付けてんだけどね、うん、その神様見たこともないし会ったこともないし話聞いたこともないしおしゃべりしたこともない。でもあっちゃんがなんかね一生懸命やっててギリギリな、なんていうのかな、危ない目にあったりとか、なんか一生懸命手抜いたりだらけたりしてて危機に反してなんかそう面しても全然守ってくれへんのよ。でもなんか一生懸命やってる時とかには必ず守ってくれる。だいたいね金銭面で苦しくなってもう無理ってなった時に守ってくれるのがギリギリの神さんだね、うん、それがねまあお仕事してて気づいたのがまあ、あっちゃんも結構お金には無頓着な人です。はい、でキャッシュフローとか、キャッシュフローってまあお金の流れ回り方ね、もう考えてやらないといけないね、商売ビジネスってね。でもそんなことを考えずにあっちゃんは、お仕事を 100% お客様のためになるお仕事を一生懸命やらせてもらって喜んでもらえたら後からお金はついてくるっていう考え方で、お客さんにこうお仕事をさせてもらってて、で一生懸命いいお仕事してもお客さんがお金をくれへん場合とか、ちょっと待ってって言われる場合もあったりね、それとかお客さんのためにと思って先行投資したお金が先に支払い回ってきたりとか、あと弟がレースしたい言うからレースの方にお金回したりとか、いろんなことしてお金を使ってきた。だから月末支払いになった時に苦しくなる月も出てくるんよ。毎月じゃないよ、そんな自転車闘技をちゃうけどね、うん、時々ね回らん時が出てくるのよ。でそれも前もってね3ヶ月ぐらい前からちゃんとほんま半年とか3ヶ月前からもう予算立てして、でこの時にお金がこれぐらい返ってくるとか、こういう、ね、お金の流れを考えて商売していかなあかんねんけど、そんなことする人じゃないから、こう行き当たりばったりじゃないけどこうやってきて、うん、で月末苦しくなる月があるんだよ。どう考えても150万とか足らん月が出てったりするのよ。で次入ってくるのが月またいだ10日ぐらいに車代が回収できるからとか、そんなんができてきて、うわこの10日間ぐらい150万ないどうしようってなることもあったりするのね。でもそれでもあっちゃんは対策っていうか何も考えに のぴょーんとしながら、うん、まあ日々お仕事をこなしていて、150万円やったら、月末あと4日しかないってなった時に150万やから40万ずつぐらいか、1日40万ぐらい儲けなあかんとかって考えんだけど、1日40万儲けることなんてほぼ不可能に近いからね、どうしよう、まあでも堅実にやって、最悪あかんならどうしよう、最悪あかんだ生命保険切り崩す、生命保険を解約してとか、生命保険担保にお金借りようとか、うん、誰かに
頭下げてお金借りようとかね、そこまで考えてるけども、まあ、そういうね、あの、あっちゃんが苦しい時にお金貸してくれる人とか、そういう人とかもお願いできる人もいたから、その頃はね、うん、だからちょっとまあ軽く考えてるとこもあるんだよ。でもその人に頼んだら最後やっていう気持ちもあるの。あって言ったら、あっちゃんとの関係ってこうイーブン、同じレベルやねんけど、お金を借りた時点でこう上下関係ができるから、だからもう一生頭上がりませんってなるから、商売していく上、付き合いしていく上では絶対不利になるから、それはしたくなかった。でも最終どうしても泣いた時にこの人は貸してくれるでしょうっていう人は数人いてるのよね。でもそれは未だにその人には頭下げてお金は借りてません。でないと立場が変わっちゃうから、それは今もしたくない。だからあっちゃん頭下げる、下げるときは下げる、あっちゃんの頭なんて軽いからね、いくらでも下げる。でもそこは下げたらあかんところやっていうのもあんのよ。で絶対に借りたらあかんと思ってて、もう月末が来るんよ。どうしても日、ね、時間と日にちっていうのはどうしても流れるもんなんよ。だから月末来て、ああもうこの日来るしってなったら、車が増えて現金ポンって入ってきて回んのよ。でそういうのが何度かあったの。でそれは、うん、あのラッキーやって思っててんけども、その時にね、何で見たかな、なんか本か本やと思う、なんかの本で、その私にはいつもあのこう危機が訪れると助けてくれる神様がいてる、日々感謝をしてる、でもその感謝の気持ちがなくなった時に神様はそっぽを向いた、だから私は破産したみたいなこと書いてあったんよ。へーと思ってペーって読んでたね。でその人の本読んで立ち読みしてたんよ、本屋さんで。ふーんって。でもなんかそういうので、あそうなんやと思って買わずにポンと置いて帰ってきた。で帰ってきてまたよ、数ヶ月経って、あーまた月末苦しくなった時に、ふっと頭の中へ、そういえば前の本に書いてあったけど、あの苦しくなった時に助けてくれる人、神様がいてるんやと思って、ああそうやねって思って、だからそれ以降は、あっちゃん月末に苦しくな、お金で苦しくなったりとかした時に、なんとかお金が入ってって回った時とかは、神様ありがとうございましたってね、うん、感謝することにした、うん、でそういうことがあると、今度ねお金だ、よくよく考えるとお金だけじゃないんよ。子供の頃ね、あっちゃん小学校の1年生の頃かな、あの近くにね、あの幼稚園があったね。あっちゃんがねちっちゃい頃は近くに幼稚園があって、そこの遊具で遊んでたんよ。で遊具の上登ってて、くるくる回る遊具があったね。その上友達と、小学校1年の頃やからね、友達と登ってたんよ。登ってぐるぐる回ったりして遊んでて、で友達がジャンプしたんよ。そっから俺飛べるってなって、俺も飛べるみたいになって飛び合いしてたんよ。でベッて飛んだ時に、ガッて飛んだらめちゃくちゃみんなとこ飛び、どこまで飛んだみたいになって、で遊具の端っこにフェンスがあるのね。フェンスのとこにこれぐらいほどのブロックがあるのよ、あのなんていうのかな、基礎みたいな、そこまで飛んだよ。バンって飛んだ時に勢い余った球コツンってなって、ブロックでガンってこうでここ切れたあと3センチぐらい前やったら確実に目にフェンスのアンカーボルトが刺さってたし、あと1センチ2センチ1センチ前やったら多分この頭ブロックの角でボンって怪我した、ここのとこね、まだ肩残ってんのよ、ここのとこね、あのまあシワで分かれになってるけどね、はい、だから前髪ね、あの切りたくないのもそれ、ここ2回怪我してるから、でここのとこ怪我して小学校時の時ね、その時にあと1センチ前やったらアンカーボルトがここに刺さってた、こんだけぐらいアンカー出てたからね、3センチぐらい確実頭蓋骨突き抜けてたかも。でもうあともうちょい前やったら目に刺さってた、でもうちょっと手前やったらブロックのこの角のこの痛いとこ、角っちょところがここに刺さってた、だから目にパンってこう出すでここちょっと気がしたね。その時は縫わんかった、であっちゃん塗って、あっちゃんまだ塗ったことない、あ、歯塗ったわ、親知らず抜いた時に歯んだけど、それ以外体塗ったことないんよ、うん、
それぐらいね、怪我はしたことないね。で、まあ、砂糖でもいいけど、ここのとこね、テープでピュって押さえて、テーピングで止めた。で、まあ、その頃ね、男の子やし、傷残ってもええやろって言われて。うん、あ、違う違う、男の子やけども、傷残ったらあかんから縫わんとこ言われたんよ。そうそうそう。でも、テーピングでも残るよって。それはもう男の子やもん、しゃないわって言われたんよ。うん。ね。で、まあ、そういう怪我が起こった時も、それもギリギリで助かったんやなってその時思ったし、あとね、小学校4年生の頃ね、なんかあのお友達とかと追っかけ合いしてて、バー走ってたり、で後ろ向いて走ってて、うん、追っかけられてるから後ろ向いて走ってパッて振り向いた時に、その友達があーかなんか言うて、えっと思ってパッて前向いたら、ジャングルジムのカードがあった。そのジャングルジムのこの角のとこの角張ったとこにボンって頭打って、ここ切れたり。その時もあともうちょっと下やったら目とかがその角に当たってたりね、うん、でそれ後ろ向いて走ってたらこの辺バッサン当たってた、多分この辺のここの血管とか切れてたかもわからない。でもこう振り向いたことでここが怪我した。そのあっていう声がその子らが発したんか神様が発したんかわからない、誰かがあって言ったから振り返ったんよね、うん、あっていうかなんか前って言ったかなんかなんかわからへん、なんか言われたから振って振り返ったんよね。でもその子らが言ったんじゃないかもわからへん、神様が言ったかもわからへんしね、うん、だから後々考えるとね、大人になって考えると、あ、そうやったことがあったんかとか。バイクでもね、山走ってたんね、であっちゃんが走ってて、いやーって攻めてて、なんかね、なんか嫌な予感したんかなんかで攻めんのやめた。だからブラインドコーナーで誰かがこけてたとかね、もうあったしね。ダンプカーとかが結構通る道やってんけど、ダンプカーが対向してきたとで車線半分はみ出してたとかね、そんなもあったりね。結構ギリギリで助かったことがある、うん、とか、ね、で、あーちゃんなんで何か守ってくれたんだけど、行動ではこけたことないよあ、一回こけた、あのおじいちゃんとぶつかって、うん、その時もね、事故してるから助けてはくれてないかもわからへんけど、でも命守られてるから助かってんのかもわからへんしね、うん、で反対車線が混んでたんよ、ね、であっちゃん行く車線は空いてたんよ。でこの反対車線からおじいちゃんが道を勝手に渡ってきて、渡りきって歩道、こんだけほどの歩道の上自転車を乗り上げたんね。でも力尽きて戻ってきたとこに見えへんかったから、急に戻ってきたとこにボンってぶつかったんよね。おじいちゃんバーン跳ねられて、あっちゃんも急にこけて、なんでこけたんかもわからへん、ぶつかったことすらわからへんかった。でもなんでか知らんけどバイクくるくるってその車線回ってどこにも当たらずと思って、あっちゃんもバイクの横スルスルってこけてね、まあここの脇腹怪我してね、まだ肩残ってる。もう何年も経つけど、何年ってもうと思って、あっちゃん高校の頃やからね、かなり時間経つけどまだ肩残ってるけどね、うん。それの時もね、やっぱそこそこスピード出てるから、当たりどころ悪かったら死んじゃうかもかね。でおじいちゃんも左利きやったから自転車のこっち側に乗ったんよ、右側に。普通自転車ってこう左側にこうって、自転車が右側におるけど、おじいちゃん逆持っとったんだ、ね、だからボンっておじいちゃん一緒にバーンって飛んだみたいねおじいちゃん複雑骨折した。で複雑骨折して入院してね。でその時もめっちゃキレられたん、そこのおじいちゃんの家族に。暴走族が言ってで、うちの親父引いてみたいに怒られてんけども、3日4日ぐらい経ったらじいちゃんが悪化してきたんよ。でお腹が腫れてきたんよ。でなんかもう一回検査してもらったら、お腹の中の腸が癒着して腐って、もともとね、で癒着してたやつが破裂して、お腹の中がうんこまみれになって腫れてきたらしい。でそこの家族の人が感謝してくれて、いやおじいちゃんにと事故してくれたから、おじいちゃんの命助かったって、これ事故してなかったら今週中におじいちゃんは癒着した腸で死んでたって病院の先生に言われたって、逆に感謝されてクローゼット、タンスかなんかもらったんよ事故したのに、うん、そんなことあったりね、うん、だからいろいろそういうので、感謝されることがいっぱいあった。
感謝とかね、あのギリギリの神様が守ってくれたんやなって思うようにして、だからもうねギリギリの神様にはすごい感謝してる。でその神様がやっぱりね、あっちゃん激貧時代、この前お話した激貧時代の時もね、言ったら今月末も何百円しかないしってギリギリでって言って、あのこんな生活してたよって話したけど、じゃあそのギリギリでおはあのご飯作ったら次の日お金ないやんね、っていう時にオイルが単発でポンって売れるのよ。それがギリギリの神様は意地悪で、そこで5万10万の売り上げは出してくれへんねん。そこで単発で、3リッター4リッター6000円とか8000円の、売り上げを出してくれるので、それは前もって仕入れてるから8000円の売り上げ、まるまる自分の儲けじゃないけども、8000円は先に先行投資取る分自分の取り分やから、8000円っていうことは1日300円で数えたらほぼ1ヶ月生きられるぐらいのお金が舞い込んできたわけよ。それも月の終わり前後ぐらいに、で翌月は、また、いくらか収入が得れるでしょうっていう考えもあるけども、得られへんな怖いからっていうことで、ちょっと贅沢もせえへんけども、ね、入ってきたからちょっと子供ちゃんにお肉食べさせてあげられるわっていうことに回せたりして、それはギリギリの神さんやと思う、うん、ギリギリの神さんありがとうございますって言ってちゃんと感謝して、うん、でそういう8000円出てくることによってガソリンも入れられるし、でガソリン入れられるっていうことは遠くのスーパーへお買い物行ったりとか、遠くちょっと行けることができるから、そういう時は一回隣町までお買い物行きます。で神様にも、あっちゃんの守護霊様は神様にも手を合わせて、でめったにね、そうやって遠出とかできへんから、そういう時は神社にもお参りしてきた、三輪神宮にお参りしたりとか、ね、そういうことして神様にお参りするようになったね、うん、であっちゃんね、そう、神様、そうやって、ギリギリの神様はミキちゃんと出会う前、あっちゃんが、会社をやってる頃に気づいた、出会う前やなぐらいかな、でも代表になった年にミキちゃんと出会ったからほぼ同じぐらいかぐらいの時に気づいたんよね、うん、でその時にねこう気づいたり、ミキちゃんも、神様とかをもう結構ね信じるっていうか神様に感謝するタイプやったの、うん、でだからチャンスの神様は前髪しかないからチャンスはすぐ捕まらダメよとか、福島の郡山の海星山公園でミキちゃんがなんていうかな、一人暮らし始める、ちょっとね家族と折り合い悪かったりもあったから一人暮らし始めんねんって、一人暮らし始めて、その時に家に、もうなかったし自分で、一人暮らしするアパートに神棚を置こうと思って、神棚を置いて、で神棚を置いたらお札をもらってかなあかんからって改正団でお札をもらってきた、でそのお札にいつもこうやって お祈りしてた、だからあっちゃんと出会えた、あっちゃんに人生を、180度変えられたって、うん、で喜んでくれてね、うん、それで神様に感謝や言うてずっと海星山公園のお札に、お札近く海星山公園のお札を、行ける時、福島に行ける時はもらってきて、行けへん時はもうそのお札を何年もずっと、ほんまはダメやねんけど何年もずっとその神棚に置いてそれをずっと拝んでた、であっちゃんちも神棚なかったからミキちゃん持ってきた神棚をそこに置いて、うん、うちのね神棚に置いてお参りしてた。でミキちゃんが亡くなった時にもう神様いないわってことでもう蓋しちゃったんじゃん。で今お神棚蓋したまんま、やっぱりね、うん、ミキちゃん守ってくれへんかったっていう気持ちがあったから、でもここ最近、あっちゃんまた神様にね、信じて神様のとこ行くようになったんでね、まだここ3年ぐらいよ、それまで神様なんてないわって思ったもん。ミキちゃん守ってくれへん神様なんて、神様違うって、そんなん信じひんって、ミキちゃんが病気になってどれだけあっちゃんが神さんのところにお参り行ったかって、でもミキちゃんが夢で言ってくれた、神様は私を守ってくれたよって、私のお腹痛いのから解放してくれたって、あの痛いのは入れ物にあることやって、魂は痛くないから、魂になると痛いのから解消されて、あっちゃんのね体の中に一緒に入れて二人、ね、いつも一緒にいられるようになったよって、でね、あっちゃんに言ってくれたから、それからまた神様には手を合わせるようにして、でもギリギリの神様はあっちゃんがそうやってすさんでる時にもギリギリの神さんには感謝はしてたんよ。
うん、いつもギリギリになったら助けてくれるからね。まあ、そのギリギリの神様は、ね、奥さん亡くなって会社の代表を奪われて、でそのことに対して、奥さん亡くなったことに対して暴言吐かれたりね、パワハラされたりで、あっちゃんのこのね、体こんなになってきて、もういろいろ言われたりなって、精神的に病んでる時にね、でも精神壊さへんっていうのは、義理の神様がその辺守ってくれてるから心が壊れへんのか、逆に心壊れへんことによって苦痛を与えられてるのか、それは分からへん。逆に心が壊れてもう何も考えられないんだった方が楽なんかも分からへんし、そこで、うん、まあね、逃げ、まあせえへんし、あっちゃんせえへんし、絶対にみんなと約束するけども自分から命絶つことはできへんけども、命絶つぐらい、精神的に追い詰められててね、自分で命絶てれた、絶てられたら、どれ命を絶てれ、絶つことができたらどれだけ楽になるかなって考えること、考えたこともあったけどね、うん、でもそれはできへんし、さしてくれへんかった。もうギリギリの神さんが守ってくれたんか、そこはミキちゃんが守ってくれたんか分からへんけど、だからそんな感じでね、いつもこうやって守る、誰してくれてんの、うん、ギリギリの神さんがあっちゃんにはついて守ってくれてんねって思ってんのね、うん、それがあっちゃんの守護霊さん、ギリギリの神さんです。はい、うん、まあ、他にもね、いろいろあるんよ。ギリギリの時になったら助けてくれる、まあ、金銭的なことが多かったりねとか、だからほんまにね、生活苦しくなった時に、むちゃくちゃ面白かったのが、何年ぶりか、だからもう男の子のズボンも履かへんし、もういいかと思って捨てるかな、でも寮が履くかなと思って、まあちょっとタンスの、タンスっていうか、なんていうの、プラスチックのケース、衣装ケースみたいなところに入れてちょっと直しとこうかな。でもその前に一回洗濯しようと思って洗濯したね。でポケット、何気なくポケットの中に何か入ってへんかなと思ってパッて入れたら1万円札出てきたんよ。うん、そんなこともあった。うん、それはもうほんと苦しい時、うん、にそういうことがあったりね、うん、そういうことがあったりするのもね、やっぱ義理の神さんいてんねんなって思ったりするんよとかね。あと忘れてた通帳、なんかほんまにね苦しくなって、結構激貧時代続いたんよ。1年半ぐらい苦しかったねって時あったんよ。その時はまだ言ったら働いてた、給料出してたいう形で、いろんな税金来たりとか年金来たりとかでね、支払いも出てくるし、いろんな支払いが来てたんよ。今はね、収入ないからその辺安くなったりとか、市民税もほぼゼロに近くなったりとかもね、なってきてるよ。うん、なんもういくら収入申請しようが何しようが収入ないから、そんなんでは税金かけられへんからっていうのもあったりね。だけども、うん、でもそれでもやっぱ月ね30もらってた、30の役員報酬を取ってたから、それに対しての税金がかかってきた時にはもう収入はあらへんから払えへんのよね。そんな状態でそういうのでも支払わんとあかん、国からね、やっぱそれは納税は義務やから払わんとあかんからって、そっち払ったらほんと生活できない。で小学校もね、給食代とかもあるし、もうそういうのね、いろんな支払いが出てくるから苦しかった、苦しかった1年半ぐらいどうもしようがなくて、でその頃まだインターネットショップがね全然ね、広まってなかったから、全然売り上げ出えへん月もあったよ。うん、だからそんなんで苦しかった月は、そうやってギリギリの神様がすごい助けてくれた。うん、だからって言ってギリギリの神様はあっちゃんを裕福にしてくれることはしません。してくれません。ギリギリになった時に、ね、一生懸命やってる時にギリギリになった時に助けてくれるの。でもね、手抜いて無駄遣いしたらラジコン買ったりとか、ね、つっておもちゃ買ったりとかってバーって使ってた時に、お金なくなった時は援助してくれませんでした。はい。その時はあっちゃんはクレジットカードつまんで忍のいだ時もあった。うん、だからあっちゃん無茶なこととかね、そういうなんていうのかな、無駄遣いとかした時には守ってくれへんから無茶はしません。もう最近ね、もうほんまにギリギリの神様には感謝して、ギリギリになった時だけ守ってくださいって言って、うん、お祈りして、うん、できるだけギリギリにならへんように
にね、私もその辺は気をつけます言ってね、うん、ちゃんとお祈りして、うん、だからね、今守ってくれてるのかなって思ったりもするね。それがあっちゃんの守護霊さん、ギリギリの神さんのお話でした。はい、多分ね、ギリギリの神さんはみんなのところにもいてると思う。だからそれは感謝の気持ちと日頃の行いで神様が出てくるんじゃないのかなってあっちゃん思います。はい、ということでね、うん、まあまあまあ、そういうあっちゃんの守護霊さんのお話でした、今回。で、今回に25分もお話しちゃったんで、この辺で終わりにしたいと思います。うん、またね、この話ももっと聞きたいよっていう人がいたら、またコメントくれたらね、なんか続き話します。ギリギリの神さん、いろいろね、助けてくれてるんでね。はい、うん、まあ、そんな感じです。はい、では、またね、バイバイ。